が略しただけなんですけど、パーソナルフィットネスジムで、パーソナルフィット、パフィット、横浜発の月額制、定額制で通い放題のパーソナルというのを始めました。社会人1年目の時に印刷業の営業をやってたんですけど、出勤時間が6時半で、終わるのも10時過ぎぐらいまではちょっといたっていう、合わなくて体壊しちゃったんですけど、寝れない、食べれないっていう感じでした。うつ病とも診断されちゃったんですけど、なんで生きてるのかもちょっとわからなくなるくらい、ずっと寝ては起きての繰り返しだったんで、ちょっと運動しようかなと思って、そしたらなんか前向きに慣れてこれたんで、やはり筋肉を鍛えるといろいろなホルモン出てくるんで、自信が出てきますね。いいものを食べる、そして寝る、でトレーニングの、この3つさえあればもう人生豊かになると思ってるんですよ。なので筋トレすると疲れるんです、ゆっくり寝れる。で筋トレすると筋肉つけたい、体力つけたいので、いい食事をとるっていうのがやはりいいところだと思うんですね。